じゃあお話を聞きましょう。はい、こんにちは。アニヤセヨ。アニヤセヨ。アニヤセヨ。今、まあ、宿も時々泊まりますけど、普通は野宿しながら回っているんで、だから他のお遠野さんよりすごく重い荷物を持って歩いているんですけど、もしこの荷物を持っているのはできない、できる人だったら手を挙げてね。チャレンジ、チャレンジ。チャレンジ。チャレンジ。はい、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 自分はどこに住んでますとかいろんなお札を持ってます。今日みんなから札もらったんで代表の人にお渡ししますから、一枚ずつ後で先生配ってやる。どなたか誰か、はい、はい、先生一緒に歩きながらお遍路さんに質問があったらね、お札つけながら一緒に歩きますから、なんかお遍路さんについての質問なんかあったらその時でもいいし。はい、はい、早かったな。どうぞ。はい、リュックの中には何が入っているんですか。何が入っているのかな。珍しいもの。珍しいもの、それは何ですか。上に乗ったもの、上に乗ったものが、テントを張った時にこのなんかこのままで寝たら腰痛くなるからクッションのみたいなもので、何があるかな。ここはテント張るものなんで、またここは寝袋、布団のようなもので、また寝る時には寒いだからパカを着て寝るんですよ。パカとまたいろんな服とか、上は、私の宿だから、ラーメンとかカップラーメンとか権利とかも買ってなんか持ってるし、私カバンにはカメラ。なんかまた質問あれば、どうぞお願いします。はい、他にどなたか。はい、どうぞ。はい、おじゅうちゃん。はい、どうぞ。お遠路さんはどうしてお遠路を諦めないんでしょうか。先立の偉い人に東京から来た、はい、お遠路さんにどうして諦めないのかな。困ったなぁ。困ったから諦めんの。諦めちゃうとそこで終わっちゃうからって、歩いてると諦めなければ何でも成功する、どんなに辛くても歩いていけばゴールにたどり着くよね。だから諦めちゃいけないんだっていうのを分かったのかな。お腹が空いてここでバスがビュッと来てここで乗れば楽だけど、それじゃあゴールに着かないから、どんなに辛くてもあと3時間歩けば着くとか5時間歩けば着くんだから行こうと。そうすると普段のことでもどんなに辛くても一生懸命頑張ればゴールに
行けるんだっていうことが分かったから諦めないのかな。でも諦めたい時にみんなの札を見るとやっぱり嬉しいし力が出て、もっと諦めないでよかったと思います。はい、ありがとうございます。